ちゃんと説明します。こちらピンポン玉、そして右手にあるのはお箸です。ちょっと地味なんですがご覧ください。ピンポン玉当てると跳ね返ってきます。跳ね返ってきたピンポン玉をよく見て、今から右のお箸でキャッチします。地味でしょ、大丈夫、ついてきてる。こちらちょっと難しいんですけども、専用の道具などではなくご家庭にある道具でできますので、もしよかったら試してみてください。ちなみに本日最初の拍手のポイント、このピンポン玉をキャッチした瞬間となってますので、最初だけよければ皆さん全員参加で大きな拍手、もうやらせみたいな感じで構いません。よろしくお願いいたします。上の方もよろしくね。大丈夫、間違っても僕を一人にはしないでください。行きましょう。